ペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、柿原忠です。いやー、4月も後半に入りましたね。はい。なんかはっきりしない、今日は東京はね。そうですね、はっきりしない天気ですけれども、全国的にお天気悪いみたいですね。ああ、全国的に、はい、でもなんか聞いてみると、なんか今日明日関東地方は雨降って、その後夏日が来るとか言ってるよ。そうですね、急にやっぱお天気、やっぱこれ春なんですね。変わりますね。はい。いやいやいや、もう22度23度っていう日が来週続きます。22度23度。はい。だからそういうのも夏日っていうの。まあ25度を超えて夏日ですから、まあ、手前ってことですね。まあ、東京なんかはそんなね、あの天気が不安定とか暑くなったり寒くなったりだけど、なんか北海道では桜が咲いたっていう、はい、北海道の最南端の松前町で、はい、ソメイヨシノが昨日開花しまして、桜前線は北上していて北海道上陸。いやー、そうです、ね、日本って広いなと思いますね。そうですね。いやー、でもね、私ね、本当にオープニングからこういうこと言うの申し訳ないんですけど、実はあの右足を今痛めておりまして、はい、あのスリッパで今日も来たんですけど、だからウォーキングなしでね、はい、先週の土曜日私誕生日だったんですよ、はい、4月10日。まさにこの番組でもう今田耕司さんほか、はいはい、皆さん、鈴木亮平さん、郁恵さん、ね、天野さんもいらしたし、はい、水田社長子さん、鈴木亮平とかね。そうですね、そうそう、社長子まで、社長子なんか化粧してあの和田君に泣き切ってきてたからね、はいはい、そうなの。いつもあいつそのまま来ると怖いのよ。もう丸坊主ですか。どっかのおっさん来たと思うから。だからアコさんのカツラかぶってる時の社長子さんが一番ほんわかしてますね。そうなの、そうなの。いやいや、本当になんか嬉しかったんですけど、はい、それでまあお昼ね、空いてるところってみんなが、うちのスタッフがお祝いどうしますかって言うから、昔からそうなんだけど、あの10日誕生日なんだけど9日にするとか11日にするとかってあんまりダメなんですよ。ああ、好きじゃない。どうせお祝いしていただけんなら10日がいいと、当日がいいと、当日がいいと。もう前日に何かしてもらったことは全然覚えてないからって、あの1年経つとね。でいろいろ調べたら、よく行ってる和食屋さんも普通は5時半とか5時からなんだけど、いやー3時半ならなんとかとかね。で中華料理屋さんも中華みんなで食べようとかって、いや4時ならなんとかっていうのがあって、なんかないかなと。この番組終わりでスッと行けるのが一番いいですよね。そうそうそう、2時ぐらいか、はい、20ぐらいか。そしたらたまたまあの広尾の方に、はい、あの空いてるレストランでもうお昼12時からやってるので、そこがいい。で最初6人マネージャーとか全部で6人だったんですけど、6人は国がちょっと認めてないなって、今こんな時に何かあったらまずいから4人にしようと。で10人座れる個室に4人でやって、で個室のドアも開けてもらったので表が見えるんですよ。で風も入ってくるし、で表に植木あったりするから、なんかいい、なんかガーデンテラスみたいな感じで、なんか外国みたいだねなんて言って、うん、いい雰囲気ですね。もういい雰囲気でハッピーバースデーして、であのケーキもいただいたけど、やっぱりそのろうそくない、要するになんかそういう飛沫っていうかね。なるほど。でいいね、こんなのもいいねって、明日大風頑張るし、もうこういくらなんでも夜まで飲まないから、うん、言いながらそのお店を5時過ぎぐらいに出たのかな、はい、で5時過ぎぐらいに出て、私とマネージャー2人と家で、うちの V、 私の歌ってる V ね、昔の、はいはい、でまだついてそんな経ってない T マネージャーがチョイスしてくれて、はあ、いつも私が選んだりマネージャーが選ぶと同じのばっかり見てるから。あ、なるほど、なるほど。そうすると、まあ、ある意味53年やってますから、いろんな V あるから歌だけでも、と思いもがけない、え、こんなのがあるんだっていう楽しい回だった。はいはい。それで何としてもアッコにお任せがあると。で元々土曜日に飲まない、今まではね禁酒日ですから、金土か土日かどっちかでやってて、もう今日しょうがないね。でマネージャーたち返して、でわーありがとうありがとうって、旦那にも旦那にもお土産買ってきてるから、はいはい、美味しい美味しいって食べてるから、いいね幸せだよねって、神様ありがとうございます、明日も頑張りますとかっつって、早めにお開きにして、で何回かトイレ行ったりしたんですけどね、
朝マネージャーから明日何かあるといけないからちょっとだけゆっくりめに起こしてで、いつも6時とかな6時半にしてとかって電話かかってきて、でそのまま起きたら朝起きんってベッドから落ちて、朝ですか、朝ベッドから落ちて、はい、あと思ったらものすごく足痛いんですよ、はい、でどうしたと思ったらどう言えばいいんだろう、足ブルブルする、うちの弟から誕生日祝いにもらったんですけど、あ、はいはい、あの長靴みたいなのに足をすっぽり入れてそれがもう全部マッサージしてくれるマシンになってるんですね。そうそうそう、圧縮したりこう広げたり、はいはい、それが膝まで覆ってるんですね。膝上まで私に今やってるのある、足すっぽり足首から膝上まで、そうそうそう、長靴の全部、はいはい、それで右端とかに管が通ってて4本ぐらいね、それをつけたまま寝る前にそれやるのがもう癖なんですよ。いつもそれは寝る前にやって、足抜いて寝るんですか。それ抜いて、で、まあ、極端に言うとトイレ行って寝るんですけど、そのまんまなんか寝ちゃってて、その日それを忘れてるから普通にベッドから降りて立とうとするときにバランスを崩して、立てなくて、それで、あ、まずいで全然それ覚えてないんだけど、なんかあったんだな。そしたらその足のなんていうの、ブルブルするやつの札が全部抜けてて、はい、まあ、ちょこっと私の右足の方にかかってたんですよ、機械ごとね、機械なんかそんなとこ飛ぶわけないのに、ね、引っ張っちゃったからやっぱ、なるほど、で、あ、これで落ちたんじゃないのかなってベッドからとかって思いながら、顔とか打たなかったんですか。全然、あ、それよかったですね。お任せ行くのに痛くてしょうがないんですよ、足が。で昨日なんかブルブルそのままつけて寝てひねったみたいとか言ったら、マネージャーも軽く大丈夫でしょう、で腫れ引くまでちょっと待ちましょうと、いや病院行った方がいいか、私あんま痛いって言わないのよ、痛いのは我慢するの、どこでも、はいはい、もう目であろうが腰であろうがね、もういろんなところが今まで痛かったから、そうそう、我慢強くなっちゃったんですよ、ね、それとなんか人に見えないところって痛い痛いっつってもあんまり通じないから、ものすごく先週のお任せ、たまたま先週から座ってやるようになったんですよ、はい、結局アクリル板立てて一人ずつだとカメラで描くときにワンショットになる、ワンショット一人しか撮れないけど、はいはい、そのひな壇にすると3人ぐらい映って、はい、こう華やかに楽しそうに見えるっていうのでやりましょうって言ってて、でもオープニングはこの36年間ずっと後ろから後ろのドアを開けて私が出てくるっていうのがあるから、もうそれを歩くのすら辛いわけですよね。その靴履くのが自分でいつもスニーカーでも 27.5 とかね、まあ下手したら28の時もあるんですよ。今まで 26.5 って言ったけど、やっぱり緩い靴ばっかり入ってるから、はいはい、メーカーによってはね結構サイズ感違いますもんね。それがもう自分の中で30センチなイメージなの。腫れてんですか。もう腫れてる。で右足なんとか入れて、絶対これは見てる人になんか思わすとダメだって言いながら、ヒールですもんね、しかも、ね、誰も分かってないんですよ、はいはいはい、でちょうど歩いてもうその6歩か7歩歩いてで座るっていうんで、アコさん立っても座ってもどっちでもいいですと番組中はね言われたけど、立つのが今度しんどいな、どっちから立っちゃいいんだろうってね、はい、右足だから左軸と思ってたんだけど、でエンディングだけ、まあ、コマーシャルあるからゆっくりゆっくりちょっと足を引きずりながら、でご挨拶してで終わりました。もうジンジンで頭クラクラなのよ。ほんでスタイリストさんとかすぐスリッパ持ってきてくれたんだけど、スリッパも思うように履けないみたいなね。骨痛い痛いっつってやったけども、まあ眼科とか、はい、違う病院の通うのに、あーはーはー、痛いわ痛いわ、なんでスリッパだけどいいよな病院だけどって言ってて、3日待って腫れも引かないで痛みが引かないんなら病院行きましょうってマネージャーに言われてて、はいはい、それでいやー明日治ってると思うんだけどなーって3日経ってもまだ腫れててね、あーはーでやっぱりどうかなんで、4日目に眼科に行く用事があったんですよ、はい、この後半変性症、また今度火曜日にまた右目注射しますから、ほんでそれもあるし、じゃちょっとそんなに外科やっぱり、じゃあ起きて
マネージャーと相談して、大木田子さんまだ痛みが続くようなら、腫れてるようなら行きましょう。で、朝起きると大体もう、いやもう病院邪魔くさい、今もうすごい病院混んでんですよ。あの先に行って待っててもね。でも、あ、これはやっぱり行っといた方がいいなと思って行ったんですよ。はい、痛みが。まあ、びっくりしましたね。生まれて初めてこんな病名あんのかっていうぐらい、右足ですよ。はい。中足骨のリスフラン関節の捻挫。はい、初めて聞きます。リスフラン関節。リスフラン関節の捻挫。それで、ああ、これは5月いっぱいかかりますね、腫れ引くのって言われて。1ヶ月半ぐらいですね。いやー、これ参ってますね。めっちゃ今腫れてんですよ。だから腫れてるから、はい、なんていうの、あの私指でもよくあのリウマチでね、はい、動かないっていう時に腫れてるとものすごくあのパチパチ腫れてると筋も何もなくてシワも何もないんですよ。はいはい、もう腫れてるから綺麗な足なの、はい、だから腫れて手なんかでも、ね、はい、で足、右足だけふっ綺麗じゃんとか、綺麗な足だねー赤ちゃんとかって、左見ると年取ったねことは唯一いいことですけど、痛いんですよね。痛いなんてもんじゃないけど、この中足骨のリスフラン関節の、ね、初めて聞きましたよ。いや本当にこれなんか、まあ、何でもネットで調べるのもどうかと思いますけど、うん、このリスフラン関節の捻挫というのは、うん、まあ、スポーツだとやっぱ足首の捻挫が最も多いんですけれど、うん、まあ、まあまああると。あ、そう、それこそ足の指の付け根なんですね。付け根と甲の間ね、はい、付け根、ほんまさしくその通り、付け根。それはね、長引くことがあるので、うん、安静にしてくださいと。そうなんだ。立ってるだけで痛い、そうなんだ、か言ってますね、うん、でもそれが良くないんですよ。体重かけることがやっぱり長引く原因になるから、本当はできれば松葉杖とかをついてあんまり体重かけないようにして過ごしてください。まあ、治ってきたらもちろんリハビリも大事なんだけど、はいはい。いやでもね、この痛さ、でも歩くの困難って書いてあります、ね、あの車とか降りる時が危ないですね。右を軸に右から降りたらえらいことになる。もう膝がまっすぐこう着地できないっていうか、だから左から降りて左から出すっていうね、私の痛みに強いのもあるんだけど、マネージャーも私の腫れてんの見て、医者の足に乗っけるじゃないですか、はいはい、台の上に、はい、整形外科、あんなに腫れてると思いませんでした。あ、こいつ本当にいい加減なやつだ。わっつらでね。いやいや、もう本当に、あ、こうやってタレントって離れていくんだって。どういうアピールですか今。オンエア通じて。いやでもね、これ、ね、私だけじゃなくて、年取るとこういうこともあんのかなっていう。いや、これ確かに。まあ、お酒も入ってましたけど。足首を伸ばした状態でひねる力が加わると。起こるって書いてます。まさにまさにそうなんですね。ブルブルやったまま、ブルブルで足固定してるから足伸び伸ばした、そう伸ばして、そこでウィーンウィーンとかやってて、ちょうどあもうちょっとしたら15分ぐらいなんですよ、はい、でいつもそんなんで寝れないのに、その時に限って、ね、よく寝れたんですね。まあだってましてや誕生日で気分よく一日過ごしてね、そうなの、楽しかったっていう。絶対絶対こんな昨日飲んだから今日がダメっていうことは自分の気持ちが許さないから、そうすると来年のお誕生日みんなにお祝いしてもらえないと思うから、しっかりマネージャーも早く返したし、なんか今すぐなんか言うと訴えられるからさ、そういうのもなしでもうクリーンにして、私だけの問題なの。それで何が原因か分かんなかったから、旦那にね、なんだか分かったんだけど足が痛いんだけど、で管も全部抜けてんだけど、旦那にね、ねえ、なんか音しなかったとかって、したよ、ドーンって落としたよ、あの扉かと思った、起きて私に元気かとか言ってよちょっと嫌いになりかけですか、冷たい旦那だと思っていや扉だと思ったんでしょうね。でも本当にいやまあアッコさんは痛みも伴ってるからよりね、うん、まあ、その時に声かけられたからといっても別に痛みがなくなるわけじゃないけれど、だけどどうしたのぐらいね、はいはい、うち別ですから寝室が、そうですね、いやでも明日はね、もうまあ、ここまで言って、まあ、歩きますけどね、絶対オープニングの 6歩か7歩は言われないと分かんなかったんですね、先週絶対分かんないですね、はい、それはもうもし分かった人がいたんならおかしいぐらい、ああ
普通です、顔も変えずに、はいはい、ちょっとしどろもどろの言い方でしたけどね、うん、でまあ本当にラジオで、ね、あの声だけ元気やったら皆さんには分からないけど、そうですね、ちょっとねジンジンしてるから時々ヒュッと忘れてジンジンの方に気がいっちゃう時あるのよ、うん、まあでもそんなあこさんにちょっとまあこれあの励ましじゃないですか、嬉しいメールがありまして、はい、綾瀬市のことぶき子さんからいただきました。お名前からして素敵ですね、ことぶき子さん、はい、先週の土曜日桑田佳祐さんの番組で、はい、スタッフの方から、はい、今日は和田あこさんの誕生日ですよと言われたら、桑田さん、和田あこさんお誕生日おめでとうございますとメッセージを送ってくれました。本当、わ嬉しい。桑田さんは以前もこの番組で、うん、日本の三大実力女性歌手は、うん、美空ひばりさん、千秋直美さん、そして和田アキ子さんと3人のお名前を挙げてらっしゃいましたよ。嬉しい。これは嬉しいですね。あかん、今泣きそうや。もうこの頃あかんねん。この足の痛みあるから人がよう見えんねん。よう見えんねん、本当に。これは嬉しい。めっちゃ調子悪いねんけどね、人の心が見える。目の視力はあかんけどな。わあ、桑田くんありがとう。はい、という。わあ、頑張るわ。はい、という声ね、うん、まあこれで。痛い中ですけれども今日もどうぞよろしくお願いいたします、うん、頑張ります。それではそんなあこさんの曲、1997年の4月10日誕生日にリリースされた曲です、はい、そうだったっけ、はい、新幹線97、はい、恋物語の主題歌、はい、和田アキ子、風のように空のように。